どうも、ピアコです。今回もお人よし亀太郎をやっていきたいと思います。あれ、亀太郎さんどうしたんですかね。何があったんですか。誰が来たんでしょうか。警察ですか。このつながり眉毛って両何がしジャンプのあれですよね。歩いてるだけじゃないですか。ひげが濃かったんですね。うわ、ひどいですね。しかも預かるんですか。いやー、ひどい目に遭いましたね。10万円ですか。うわあ、罰金が重すぎる。とんでもない額になっていきますね。バットも物騒ですけどね。ちょっとカメには難しすぎますね、それは。始まりました、借金生活ですね。はい、今回は15万ですね。早速お仕事をしていきたいと思います。じゃあまずこれは派遣の方がね、お金が貯まりやすいんで、じゃ
こちらはそのまま仕事に行きたいと思います。はい、カメトロさんお疲れ様です。 CM から戻ってきました。ということで15万円までは果てしない道のりなので、15万円たまるまでカットしていきたいと思います。他に特にできることはないのでカットします。はい、やっと15万達成しました。ということでまずは1日1回デイリーおみくじを引きたいと思います。お、今回は吉ですね。金の甲羅7個プレゼントですか。ということで金の甲羅が12個になったので、じゃあガチャをまず引いていきたいと思います。さあ今回は何が出るんでしょうか。ん、これは持ってますね。じゃあもう売却ですね。はい、ということでお仕事の方もちょっといろいろ増えてますよ。今回はこの訪問販売ってものが増えました。じゃあ皆さんにまだこちらの訪問販売の方はお見せしてなかったので、こちらの方やっていきたいと思います。こんな感じでした。なかなか亀太郎さん頑張ってますよ。はい、 CM から戻ってきました。では返済したいと思います。もうお世話になっちゃダメですよ、ほんと。はい、まずはなんとか15万用意して返済完了できました。どうして、あ、よかった。管理人さん、おじさん相手もヒゲ剃りをゲットしました。
亀太郎さんそんなにひげ生えてるように見えませんけどね。今回も動画をご視聴くださりありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。次回は第8話コンビニと太巻き寿司をやっていきたいと思います。それでは。